藤井元気先生メルマガから。2021年から急に円安が進んだ。50年に及ぶ円高の時代は終わった。チャイナがアメリカを上回る可能性はゼロ。台湾の TSMC の時価総額はトヨタの2倍。オランダは農家の数は急減しても輸出額で世界第2位である。 GDP4% の日本の農業は自動車産業を超えることができる。日本にはデータとガラパゴス品種という武器がある。日本農業の進化はメイドインジャパンよりもメイドインジャパニーズである。現代日本は実は先進国2位の過剰人口だった。人口減少が食料、エネルギー、自給問題を解決に導くかもしれない。人口と国民の生産性には相関がないということをドイツが証明している。移民政策は最悪の解決策である。日本の特定技能という政策は実習生を密かに移民化させている。チャイナ、コリアの悪口を書くこと、朝日ニュースペーパーを批判すること、日本の凄さを強調すること、この3つで売れる雑誌ができるらしい。グローバリゼーションへの適用には自国の歴史や文化の習熟が必要。これがないと他国の人間との信頼関係を築いていくのは難しい。ワコン要塞、ワコン関西こそがグローバリゼーション対応の処方箋である。決して船舶な無根要塞になってはいけない。魂がない、要塞になってはいけないと。日本は世界で最も古く伝統ある歴史を持つ国にもかかわらず、情報発信が弱いため、世界からはとても誤解されている国である。藤井元気先生。岸田さんの周囲には財務省関係が多い。宮沢家との関係も深い。自主国防あっての日米安保である。ドイツはウクライナ紛争を機に GDP の 2% を NATO に出すことを宣言した。事実上、世界の警察官の役割を担うことができるのは国連ではなくてアメリカ。泥棒に盗まれた側にも家の鍵をしっかりとかけていなかったのならば消極的な責任がある。いつも曖昧戦略を取ってきたのに、バイデンはロシアにとって悪い意味で明確戦略を取ってしまった。オバマ政権はウクライナ国内の反ロシアクーデターを応援していたけれど、軍は出さなかった。プーチンを悪者にすることには成功したけれど。アメリカのサリバン大統領補佐官はロシアゲートをでっち上げた首謀者。これはヒラリー陣営がオバマ政権から許可をもらって行っていた。トランプが大統領になった後も盗聴を続けていた。バイデン副大統領はアメリカからの10億ドルの経済援助撤退の脅しをポロシェンコ大統領にやってウクライナの検事総長の解任をさせたこともある。イギリスのジョンソン首相は支持率が下がって辞職寸前の危機だったけれど、ウクライナ危機によって救われた。イギリスもロシアの侵攻を止めるような実際的な手立ては何もしなかった。英米両政権がゼレンスキー大統領に亡命を進めている。これはやっちゃダメだし言う必要もない。地球温暖化論者がロシアの侵攻を後押しした。2021年の冬は北半球はどこも寒かった。軍隊は脱炭素のことを気にして戦争なんかできない。キーストーン XL はカナダとアメリカのメキシコ湾岸を結ぶ石油パイプライン。これの建設をバイデンが中止させた。バイデン政権は最大の敵はロシアでもチャイナでもなくて地球温暖化であるというようなイデオロギーを掲げた非現実的な政権である。チベットでは中共により120万人以上が虐殺されている。ウイグルでは中共により150万人以上が虐殺されている。地表でメガトン級の核爆弾が少なくとも3回以上実験されて、それにより20万人以上が亡くなっている。トリガー条項はガソリン価格が3ヶ月連続で1リットル160円を超えたら発動できる。日本では2021年10月からすでに5ヶ月以上もリッター160円を超えている。岸田氏は財務省の財政均衡イデオロギーというカルトの革新的信者である。高橋洋一さんは今日の日本の言論界で非常にユニークな地位を占めている。財務省から見れば裏切り者だけれど、庶民から見れば英雄、インサイダーとしての告発をしてくれている。財務省は減税よりも補助金を好む。一般企業とは違って官僚組織の論理とはいかに手間をかけるかというもの。補助金は手間もコストもかかるのでとても非効率。財務省はふるさと納税が大嫌い。手間、高コスト、非効率な選択をした方が得をする勢力の存在がある。チャイナ当局は日本の大蔵省の二の舞になる。バブル崩壊からその影響が表面化するまでにタイムラグがある。チャイナ政府の発表する GDP ではなく株価と不動産価格に注目してチャイナ経済を見るべき。たとえミンスキーモーメントが来ても CCP 体制は簡単には崩れない。
ロシアはウクライナ戦争で1日の戦費は2兆円もかかっている。近平がロシアを切り離せないのは家族のためである。中華圏の文化はコネが大事。世界中の国は全て自国第一で動いている。チャイナの時給が上がり、低賃金の魅力は薄れている。チャイナは人口オーナスになり、豊富な安い労働力の国ではなくなって、成長する時代は完全に終わった。チャイニーズのネットユーザーはウクライナの美しい女性を輸入しようなどと下品なことを考えている。近平はプーチンを説得すれば欧米に恩を売ることができた。チャイナ最大の半導体会社は SMIC。 ロシアの軍事力は世界のみんなが考えているほど強くはないことが分かった。独裁政権が長すぎて腐敗してしまったのである。捕虜になったロシア兵の防弾チョッキの中に入っていたのは段ボールだった。